はい、コズの収名部屋へようこそ。今回はね、前回にも、申し上げました通り、このドラゴンボールフィギュア、連チャンで行かせていただきます。ご紹介する商品はこちら、じゃじゃんと、うわ出た、グランジスタ出ましたね。しかもバーダックっていうチョイス、すっごいね、チャレンジ精神あふれてるね、グランジスタは。もう大きさとね、出来の良さがね、すごい両方ね、ちゃんと相まって、もういつもね、期待以上の商品になってますけれども、今回もね、すっごい期待できると思います。はい、まあ、実物見たことないんでね、はい、いややっぱね、すごい重い、これは。普通に UFO キャッチャーで取れるのかね、ほんとね、私は買いましたけれどもね。いやーすごいね、ではね、早速、箱から開封したいと思います。はい、箱から出した状態です。まずね、台座、まあ固定パーツですね。で、足ですね、でかい、で、本体、胴体ですね、頭、はい、こういう感じで3分割ですね。はい、いやでかいわこれ。ではね、早速、組み立てていきましょう。はい、組み終わりました。はい、見ていきましょう。じゃじゃじゃん、いやめっさかっけえこれ。パンパカパーン、ねえねえんじゃねえんだ、なんじゃこりゃ。うわこれはすごい、でけえし重いし、できいいし、すごいね、ほんと。いやーこれはすごいな。もう色はね、ほんと艶消し吹いてる感じですね、もうね、バンダナね、バンダナも持ってて、まあバンダナはね、ちょっといささかちょっと短いんじゃないかっていう意見も多いみたいですけどね、まあ、確かにこれ負けないだろうなとは思うけどね、短くて、あとスカウタークリアパーツ使っててすっごいね、よくできてるわ。ピッてピピピやりたいね、押してピピピ、いやーすっげーかっけー。うわこんな大型フィギュアでバーダック拝めるとは思わなかったね。いやーすげえな、これグランジスタでバーダックチョイスって渋いな。うわーすげー、出来良すぎだろう。スカウターをつけてるのが憎いよ。なぜか怒ってるのに、怒った顔してるのにスマイル検知するんだけど。傷も再現しててね。満足。足パーツつか支えパーツか、これはやっぱあれか、右足だったな。はい、
わあ、これはすごい。はい、ということでね、いやー今回もまたまたすごい、いやーこれは大満足だよ。ほんとグランジスター外れがないね。ほんと何なんだろうこのシリーズ。いやーほんとね、身勝手の極意もね、これは期待できますよ。早く拝みたいね。はい、あとね、まあ話は変わりますけれども、8月だったかな、また出ますね。SMSP、スーパーサイバー4孫悟空、はい、今出てると思いますけれども、こちら、毎回ね、予約せずに、ぶっつけ本番で言ってる私が、今回はちゃんと予約しました。はい、一応ね、お一人様公開までなんで、ちょっとね、一番狙いは二次元で今回は行きたいですね。二次元がすごい出来良さそう。なのでね、もちろんやったらね、結果報告させていただきますんで、このチャンネルをね、初めて見た方は、ぜひねチャンネル登録してそれをお待ちいただければなと思います。あとね、見てくださった方々、いいねボタンぜひね押してください。今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。